のド昼間に配信させていただきたいなと思います。今日めっちゃ化粧薄いな今日めっちゃ化粧薄いな。昨日に比べたらめちゃめちゃ化粧薄いなちょっと本当におもろいのでちょっと足しますね。ああちょっと足しますね。ニート歓喜、ニート大歓喜の時間にねやるので、はい、しかも昼休みすぎ、ちょうど終わったんだろうね今ね昼休みね、みんなのね。ちょっと本当に申し訳ないんですけど、あのさ、ちょっと不安定なところでやってるんで何回か事故ると思うんだけど、ごめん許して本当ごめん許してほしい。それだけはみんな画面酔いとかしないでね。薄いメイクの方がいいぞ。嬉しいでもね毎日一生懸命ね頑張ってねメイクしてるからね、あのそうだからあんまりそういうことは言わない方がいい私は薄いメイクの方が可愛いって言ってもらえるの嬉しいんだけど、それをね良しとしない人たちもいるから。これあれね YouTube で言ってた300円のリップ、どんなメイクでも可愛い。今日ちなみに休みの人いますか？めっちゃいい色じゃない？これめっちゃ好きなんだけど、チフレの何番だっけ、473番、めっちゃいいこれ。しかもなんかスッて塗ってすぐこう出番の時とかにこれだけ持ってればもうスッて塗っていけるから、水分量とかもね私の唇にちょうどいいこのチフレのやつマジでマジでちょうどいい。あと2分で仕事です。頑張って。別にねそんなね匂いとかしないんだけど、匂いとか全然しないんだけど、めっちゃいいですね。うん、もう色味だけ足したいですっていう時はこれだけで十分、十分じゃないかなと思います。マジで今日メイク少ない激薄メイク、今日の服かわちいね。ほんとこれリリーブラウンのやつなんだ。多分もうそろそろ YouTube で出てくると思うから楽しみにしてて。昼休み追加する、そんな課金みたいな勢いで追加できるものの昼休み、昼休みの概念的にそれは大丈夫なやつなの？そう、ワンピース、キャミワンピみたいな感じです。セット売りのキャミワンピみたいな感じです。さすがに薄いのでまつげぐらい上げとこう。昨日がめっちゃ濃い地雷メイクしてたから今日反動でめっちゃ薄いメイクにしちゃった。十分可愛い。ほんと？でも私すっぴんドブなんで、ちょっとなるだけ濃くしなきゃ人前には出れない。こんぐらいでいいか今日は。顔色悪いね。
縄文土器みたいな色してるわ顔。チフレ買いに行ってみる。うん、買いに行ってみて、めちゃめちゃいいですよ。まあ、安いし、もう300円でこのクオリティなんだったらもうこれでいいんだけどってなるずっとこれでいいんだけどってなる。なんかマットすぎず潤しすぎずみたいな、一番いい水分量してらっしゃいます。ドブからトップに華麗に変身。別に上手くないねそれ別にうまいこと言わんでええねん。まつげ上がりましたね。頑張ってください。頑張ります。ちょっとリップ塗ったそばからあれなんだけど、おにぎり食べていい？お腹すいた。そう、さっきの現場でくすねてきた唐揚げくんとおにぎりがあるんですよ。で、唐揚げくんはもう食べたんで、そう、目大きい、目小さいんですよ私目も小さいし、鼻もぺちゃんこだし、唇はたらこ唇だし、顔の余白多いから丸顔だし、もう本当にね、何が可愛いんだろうこの顔、なんでアイドルやってるんだろう、なんで NGT に入れたんだろうって、私もね今でも不思議。パーツパーツで見ると全部ブスなんですけど、それが天才的な配置によってなんとかマシに見えてるだから本当にあとは自分で身につけた化粧の技術でなんとかしてるって感じですね。神様ってすげえやって思う。天才って、こんなブスなパーツでも寄せ集めて、いい位置に置けばいい、まあよくは人前に出れる程度にはなるんだみたいなセンス良すぎるだろっていう、ね、神様のね。あとはもう私のメイクテクニックですね、ただの。青蓮の合格発表の時、いやもう青蓮の合格発表の時マジでやばかったから、みんなまだ全然垢抜けてないし、全員里芋の煮っころがしみたいな顔してたわ今に比べたらみんな可愛くなったよね本当に。でも人気だったんですよ一応24番ちゃん一応ね、一応人気だったんですよ。まだ名前も出てない時に俺は24番ちゃんが好きってみんな言ってくれてたんですよ。垢抜けるってちゃんといい垢抜け方をするって予想して選んでた運営すげーってなりますよね。みんな、私じゃなくてね。
新潟のおにぎりうまい。まず米がうまい。美味しい米しか勝たんのよ。本当に可愛いわ。私がオタクだったらリカちゃん。待って、大竹いるんだけど。誰かと思ったら誰かと思ったら大竹がいた。元気？あつ森アップでするからやろうぜ。みんなでまたやろう。うそ。マジでめっちゃコメントしてくれてた。なんか私のファンニート多いからさ、この時間私のファンさニート多くてさ、この時間にさやってもさ結構来てくれてさ、コメントするからさずっと流れちゃってたかもしれない。元気だから今からチフレ爆売。マジでいいからおすすめ。マジ300円だよ。300円。もう迷ってあ間違ってリップ忘れてきちゃったっていう日とかめっちゃいいと思う。うん、わらわら。誰がニートやねん。あ、ごめん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 。私のファンの人はめっちゃニートかめっちゃちゃんと仕事してるけど、なんか偉いとこまで上り詰めたからわりかし日中暇みたいな人か、どっちかしかいない。もう極端なんですよね。今日休みでよかった。昨日仕事頑張ってたもんね。昨日仕事行ってくるっつってね言ってたもんね、お話し会で。私ニート側だわ。どっちかといえばみたいな感じの言い方で言ってくんのやめて、ニートって。あつ森ひなたんもあゆも言ってたからこれは集まる。え、やろうやろうやろう、マジでやろう。あのライン動かしてよ誰かね。やろうよマジで、やりたい。あつ森やりたい。最近また頑張って島作ろうと思ってる。一回壊して。